乗り倉高原温泉は、長野県松本市安曇にある温泉。白色と透明の2種類の源泉が存在する。共産性のため、レジオネラ菌も生息できない。乗り倉だけ中腹に源泉が存在し、温泉地まで咽頭している。湯川源泉は、白骨温泉及びその源泉地の上流にあたる。慢性皮膚病、慢性婦人病、切り傷、糖尿病。 高血圧症、動脈硬化症を特有の効能とし、その他、慢性消化器病、実質、冷え症、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打撲、病後の回復など、日帰り入浴施設、湯煙の乗倉高原の中心地、すなわち、鈴蘭地区から、板所地区に至る一帯に引頭され、 温泉地が広がる。この一帯には他にも温泉が存在し、これらと合わせての陸ら温泉郷を名乗っている。旅館、ホテルのみならず、ペンションへも廃遊されており、その数は約100件存在する。中心地にはスキー場が存在し、ウィンタースポーツも盛んである。日帰り入浴施設としては、市営の湯煙館、銀山荘があるほか、 民間ペンションでも日帰り入浴が可能なものがある。また、無料で入浴可能な露天風呂、せせらぎの湯が存在する。乗倉岳の山腹から自然湧出する。源泉は古くから存在が知られ、湯畑が源泉付近にあり、昭和9年頃から湯川源泉での湯の花取りが行われ地域の収益の27%を占めており、 昭和20年頃にも湯の花で生計を立てるものありとの歴史書の記述が見られる。湯の花は、硫黄沈殿物を主体とするもので、春夏の年に開催種が行われた。現在も源泉は、湯の河原である湯河原に流出するが、硫化水素ガスの発生のため入域、入浴できない。昭和20年頃から陰湯の話はあったが、実現せず、 1974年から2年がかりで温泉地までの引沯設備を整備し、1976年にようやく完成。その際、源泉から 7km 以上の距離、高低差 550m 弱の急峻な斜面と豪雪、酸性硫化水素線という特殊な線質による技術的問題をクリアする必要があった。現在の温泉地界隈の旅館やペンションなど100件の施設に、 俳優が始まった。2005年より温泉地の宣伝に用いる名称にひらがな表記ののりくら温泉を用い始めた。ありがとうございます。